皆さんこんにちは、チャックバスです。今ですね、J1、J と Z の地下鉄のブロードステーションにいます。まあ、今回は、この今真向かいに見えてるのがニューヨークの証券取引所なんですけども、まあ、ここから、まあこれにある、ワンワールドトレードセンター等々まで、まあ、歩いてね観光スポットを案内できればなと思います。まあ、観光を予定されている方で、大体の時間等々もね分かっていただけたらなと思います。それでは行ってみましょう。まあ、ここら辺に観光スポットがいくつか点在してるんですけども、この向かいもそうですね、なんですけども、なかなか本当にここは建物がメインになってくるかと思いますんで、まあ中入れませんしね。ここ見てまた移動してっていう形が多いかなと思いますので、まあ大体のね時間がどのぐらいかかるかっていうのをね参考にしていただけたらなと思います。ここら辺はですね、観光スポットが結構密集してるんで、まあ、私のおすすめのルートとしたら、自由の女神、スタチューリバティの帰りとかに、まあ、歩いて行かれてもいいんじゃないかなと思います。これウォールストリートチャージングブルといって、牛の置物等々ですねあるんですけど、ワンワールドトレードセンター、オキュラス、911メモリアル等々があるんですけども、そこら辺もね紹介できたらなと思います。これはもう911以降ずっと通りは閉鎖されています。ずっと歩行者天国になっておりますね。世界の金融を動かしていると言っても過言ではないニューヨーク取引所ですからね。ダンキンドーナツっていうドーナツ屋さんなんですけど、朝から混雑しております。日本ではちょっと考えられないですよね。ドーナツ屋さんですからね。
あ、見えてきましたね、チャージングブルー。ここはニューヨークのこの証券取引所の近くでは結構有名な観光スポットで、雑誌には絶対載っております。やっぱり朝早いということで観光の方が少ないですね。本当に10時以降だと人だかりになるぐらいで、写真が順番待ちになるぐらいですね。このおじさんのたまたまを触ると幸せになれるということで、たまたまだけ色が変わってるんです。だからこれを触りながら写真撮影する方も結構多いです。でもこんなに人が少ないのは珍しいね。まあ、朝早く来られた方は独り占めできるかもしれないですね。で、その向かいにいる少女、こちらは2、3年前から置かれたんですけども、こちらも今はもう観光スポットの雑誌には絶対載っておりますね。では次に行ってみましょう。歩いて、911メモリアルと、ワンワールドトレードセンター、トリニティ教会あたりまでちょっと歩いていこうかなと思います。中内覧することはできるんですけども、
ていうのはあまりですよね。教会ですからね。行くならお祈りをしに行きましょう。外観がとても素敵なんでね、写真を撮りに来るだけでも撮られたらいいのではないでしょうか。それではここからワンワールドトレードセンターの方に向かいたいと思います。で、まあ今回ワンワールドトレードセンター自体はまた別の動画にしてね、撮りたいなと思っておりますけども、まあ、とりあえず入り口と911メモリアル、あと911博物館の入り口なんかもね、紹介できたかなと思っております。また新しい建物が建ってますね。ゴルフボール、違うか、ちょっと分かんないですね。はい、911メモリアルに着きました。まあ、こちらはもう完全に観光地化されてしまったんですけども、ここは911で亡くなった人のために作られた慰霊碑が並んでおります。ここはまあ教会と同様、まあ観光地化されてしまったので何とも言い難いんですけども、ね、お悔やみを述べるという意味でお進めていただけたらなと思います。サウスプールとノースプール2つ、あります。
でその後ろに、911メモリアルのこちら博物館ですね。こちらも中が、当時の鉄骨だったりが見れたりしますので、まあ、こちらの上は運営というか利益は全て寄付されるということなので、まあ、紹介してもいいかなと思いまして紹介させていただきました。こちらですね、こちらはシティパスでも入れますので、まあ、比較的空いてるかなっていう印象でしたので、まあ、ちょっと並ぶかもしれないですけども、並びたくない方は開店と同時に行かれることをお勧めします。じゃあ本当に感慨深い当時のものが見れますので、よかったら行かれてみてはいかがでしょうか。それではね、ワンワールドトレードセンターの入り口まで行ってみたいと思います。の本当にミッドタウンとセントラルパーク周辺もそうなんですけど、道路に向かってすごい汚いんですけど、このロアマンハッタンのこのエリアは本当に綺麗なんですよね。なんかここを歩いてるとニューヨークじゃないみたいな気がしてしまいます。そのぐらい床が綺麗です。見えてきましたね。あれがワンワールドトレードセンターでございます。今ニューヨークの中では一番高い建物になっていますね。できてまして、ブランドショップも立ち並ぶエリアとなってきました。これからどんどんこっちにお店も増えてきそうですね。本当にこっちのロアマンハッタンってエリアは本当に夜になると人が少なくなるんで、あんまり夜来る理由もあんまりなかったりして、あんまり来ないんですよね。まあ、たくさんお店ができて、こっちにまた、ね、来る機会ができるような場所ができるといいですね。到着いたしました。まあ、今開店前なんで人はいないですけど、あの正面が観光施設の入り口となっております。まあ、
先ほども言いましたけど、ワンワールドトレードセンターの動画はまた別の動画でね上げたいと思いますので、ここはスルーして、あの奥に見えるオキュラスという建物もう一応ね見て今回の動画は終わりにしたいなと思います。あのオキュラスというあの翼のような形をした建物は、中は普通のデパートっていうんですか、ショッピングモールみたいな、まあ、地下鉄も走ってるんで地下鉄の駅にもなってるんですけども、アップルストアとかも入っております。本当にちょっと大きめのショッピングモールだと思っていただけたらなと思います。まあ、お手洗いなんかの設備もありますからね。今正面に見えているのが911の博物館の入り口になっております。まあ、この911メモリアルまで来れればそんなに難しくないと思うんで、到着しました。こちらオキュラス、すごい形ですよね。オキュラスまで到着いたしました。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思いますけども、所要時間がちょうど23分ぐらいなんで、まあバッテリーパークからまあ30分から40分、まあ、ウォールストリートから25分ぐらいで回れるっていう計算ですかね。まああの他の観光施設に入ってまあそこを 1,2 時間計算していただければちょうどいいのかなと思います。いかがだったでしょうか。今回の動画が役に立ったためになったっていう方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは今回の動画は終わりにします。最後までご視聴いただいてありがとうございます。